はい、こんにちは、ヨリです。今日もテニラビバレンタイン全員に本命チョコ配って62またかけてやろうってことで、今日は立会に行ってみようと思います。じゃあまずは赤谷に配ってみようかな。はい、チョコっすね。あざーす。軽っ軽っ、マジか。軽すぎ。うん、軽いよ。ちゃんと俺言ったじゃないっすか。いや、まあそうだけど、やり直す意味なんてわかりました。生意気言ってすみません。だから持って帰らないで。そうだそう、持って帰っちゃうぞ。チョコ、大変嬉しゅう。嬉しく存じてつかまつって。どうもありがとうございます。いや、硬すぎるっていう、しかもできてないっていう。後でも受けてるわ。大変嬉しゅうはやばいな。あ、じゃあ次はジャッカルでーす。チョコレートだ。やった。切実。あ、いや、呼び出された時点でそうかなとは思ったけど、う、違うってこともあるわけだろ。いや、まあそうだよね。うん、さすがっすね。マジでサンキュー。そう、あるにはあるからね。うん、大げさなもんかよ。あのな、バレンタインのチョコレートってのは男にとって、おおおお、いや、わかるよ。くれた相手に言うこと。うん、まあ直接言うことじゃない。なんか変に浮かれちまってるみてえだ。さっきからアトベさん、その体勢はどうやってんの？その体勢は何なん、アトベさん。いや、ジャッカルも良かったですね。はい、じゃあ次はブンタにあげてみようと思います。チョコレートだ、サンキュー。いいえ、どうぞどうぞ。ん？これバレンタインのチョコレートでいいんだよな。ん？はい。え、どうかしました？なんかキョトンとした顔するから違うのかと。え？びっくりするだろう。お、お、どういうことだ？いや、悪い。俺が勝手に勘違いしただけだな。緊張してんのかな、俺。え、どういう解釈これ？ありがとな。すげえ嬉しい。まあ、ならよかったけど、ならよかったけど、なんだこれ。アトベのせいで気が散っちゃったっていう説あるな。AR のせいで気が散った人向けのセリフでしたね。はい、じゃあ次はヒロシですね。チョコレート、私がもらってよろしいのでしょうか。はい、どうぞ受け取っていただきたいでございます。どうもありがとうございます。今開けてみても。はい、どうぞどうぞ、ぜひぜひ。そう見つめられながら開けるのはなんだかドキドキしますね。後ろからも見つめられてますよ。これは甘いジャムが中に入ってるんだ、ね、甘いジャム。なるほど、甘いジャム、辛いジャムとかないでしょ。早速紅茶と共にいただこうと思うのですが、よろしければご一緒しませんか。お、いいですね。アトベはダメって言ってるけど、いいですね。行きましょう行きましょう。はい、じゃあ次は仁王にあげてみようと思います。バレンタインのチョコ、いきなりじゃな。はい、どうぞ。確かにこういうのは勢いが大事かもしれない。お、では勢いのままありがたくいただくぜ。おお、日本もここで開けるタイプか。待ちにしゃい。勢いついでにホワイトデーの予約じゃ。おっと。驚かれるとかえって驚くの。そうっすか。もらったからにはお返しするぜ。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。1ヶ月後お楽しみに。おお、何くれんだろう。てか、アトベいなかったな。え、どういうことこれ。え、アトベが仁王に。いや、そんな逆パターンはねえわ。あ、じゃあ柳ですね。今度は柳にあげてみようと思います。チョコレート、おう、そうか。え、飛んでない。ありがとう。飛んでない、飛んでるな。もう少し驚いた方が良かったか。いや、大丈夫です。呼び出された時点で予測していたせいで反応が単調になってしまう。予測されちゃったよ。いや、飛ぶな飛ぶな。いや、予測していたというのも恥ずかしい話だ。確かに確かに、それはそう。いやいやいや、ジャイロ回転で飛ぶな。申し訳ない。いざとなるとこうも動揺するものなのだな。理屈じゃないとは。この理屈じゃないって、なんか乾もなんかそんなこと言ってたような気がするぞ。アトベ、それ何。じゃあ次は真田にあげてみようと思います。真田どんなんなんだろうな、気になるな。バレンタインか、ありがたくいただこう。お、普通だ、思ったより。物足りない。受け取り方に何か落ち度があっただろうか。
やないけど、なんでバレてんだと思って。情熱的にと言われてもな。そこまで言ってないけど。いや、俺のためにわざわざ用意してくれたんだ。そこまで言ってない。努力はせねばなるまい。ああ、いえ、いや、じゃあお願いします。おお、くれと。どうもありがとう。じゃあ、アトベもビビって逃げちゃったじゃん。アトベいなくなっちゃったじゃん。いや、元からいねえ方がいいんだわ。ちょっと感覚バグってたな。はい、じゃあ最後はね、雪村くんにあげてみようと思います。うわ、チョコレートだ。どうもありがとう。いえいえ、受け取ってください。ここで。じゃあ食べちゃおうかな。ここで。あ、じゃあどうぞどうぞ。もしかしてこれ一つの大きなチョコレート。おお、やっぱりそうだ。せめて一口だけでもって思ったけど、やっぱり後にするよ。あら、味の感想は改めて言うから。ほう、え、なんでですの。だってこれハート型じゃないか。ほう、かけるのを見せたくないなって。マジっすか。おお、なんじゃそれは。いや、アトベの気持ちもわかるぞ。それはやばい。今のはやばかったっすね。すごいこと言うじゃないですか。いや、最後にとんでもないの来たな。いやー、雪村めっちゃ良かったね。はい、じゃあということで、1回8人見てみました。いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方は、チャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。